話で滑られると、うん、舞台もなんかあんま面白くない感じになっちゃうからさ、うん、気をつけてって言われてさ、言われたの、うん、それをなんかいろいろ吹いて回ったのが里光だったあの男はね暗躍してるんですよ。暗躍してるこの舞台にね、まあ、入ってんの、うん、作家として、うん、でも、まあ、稽古も来るしいろいろアドバイスとかしてくれるんだけど、うん、結構裏でいろいろ暗躍してることがあのちょろちょろやってるんですよ。いやあいつさ、うん、暗躍しかしてねえから。だってチーム付け焼き場にもスッと入り込んでさ、何かねちょっとしたね小さな火を起こす決してねその大火にはならない、それをね見てこうね北斗エンデルね、うん、とこあるんですよ。 あれじゃんアウトレイジビヨンドのさ、うん、あの小日向さんそうそうそう。なんとかがなんとからしいですよ。そことそこをこう やらしといて。もうあ、小日向さんだ。ちょっとした小日向さん。小日向さん。うん、スケールもちっちゃい。この間さ、そうだ、うん。俺びっくりしたんだけど、俺びっくりしたんだけど、こんな感じでどうですかって、富士の特番ね、有吉さんと河本さんと真鍋かおりさんと一緒のやつで、あの収録してて、で、サイパンの話してたら、誰と行ったのつって、いや、佐藤光晴って男と、ゴンちゃんと、つったら、佐藤光晴って男と、って言ったら、有吉さんが、あ、佐藤光ボーイね。そういや、佐藤、だから。佐藤光ボーイって言ったの？いや、有吉さん言ってたのよ。で、それで収録は流れてたから、なんでどこで知ったんですかって聞きそびれちゃったけど、なんだろうね。このラジオ以外ありえないよね、佐藤光ボーイって。このラジオが、まあ、カスカス TV、おどおどか、いやと、でも、その、公の場では言ってないからね。いやびっくり。あ、まあ、ここも公だけど。でもなんか、え、なんでごめんなさい。ここ公じゃなかったらなんなの俺も乗ってんだけど、お茶しに来てたいや、うん、だから、で、なんで知ってんすかみたいな、ちょっと言ったら、うん、いやいやいや、みたいな、ニヤッとしてたけど、そのパトロールして回ってるから、みたいな感じで。聞いてくれてんのかな。いや、でも、そうなのかな。だって、まあ、言わないもんね、里光ボーイなんて。里光ボーイ。里光ぐらいもだったら言うかもしれないけどね。え、それで？まあまあ、それで、まあ、里光暗躍してるわけ、ね。暗躍しててさ。うん、で、まあ、本番、昨日、迎えましたよ。言われたくないよ。失敬だな、君。あれは守りが固いだ。いや、それでさ、うん、この間こんな感じでどうですかっていう番組がワンクール2回ぐらいずつやんだけどさ、うんうんうん、あの収録したのよ。うん、それ有吉さんにさ、うん、なんか、お前ずるいぞなんて言われちゃって、うん、なんか、こいつね、みたいな。ラジオだと結構オラオラ系なんだよ、つって。で、ラジオ聞かれちゃってたみたいで。なんかね、おい、リスナーみたいなこと言ってんだよね、こいつみたいな。恥ずかしかったわー。バラされた。もう一番バレちゃいけない人にバレて、一番ね、そういうのを、うん、ダメだぞって、うんうんうん、そういうのがバレちゃいけないじゃない、やっぱ有吉さんにはさ。バレちゃっててさ。まずいね。お前はずるいぞっつって、なんか、人見知り芸人とか、女の子苦手芸人とかで、人気沸騰させておいて、ラジオでお前らとか、お前あれはないぞみたいな。あ、そう。うん。それはね、その、カメラ回ってる時にってこと？そう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 、もちろん収録中に。使われるかどうかわかんないけど、あの、長く収録するからさ、あの番組バーっと回すから、で、だから、なんか、うん、有吉さんってあんま眠れないみたいで、夜。スーッと寝れない人みたいで、はいはいはい。で、ラジオたまに聞いてくれるみたいで。ほうほう。でも、俺、4回ぐらい前の収録の時に、つまんねえなと思って消すって言ってたけどね。俺、じゃあ地味にそれ気にしちゃってるさ。いやいや。なんか、有吉さんにだけはラジオ面白いって思ってほしいなって思っちゃうじゃん。なんか、やっぱり。いや、どのタイミングで消すんだろうな。多分、春日のトークじゃねえかなと思う。でもさ、でもなんかその、いよいよね、うん。で、これってさ、マジ話になんのかな、うん、今ね、うん、ちょっとこう、改変期っていうか、クールのまたぐところで、単発番組で MC ちょこちょこやらしてもらうじゃない。うんうんうん、で、駆け込みドクター？はいはい。あ、ま、解決ドクターが。駆け込みドクターでいいんです、うん、駆け込みドクターとか、うん、
もしもしかめよ、NHK のもしもしかめよっていう番組でも、まさかめ TV っていう番組でも、MC やらせていただいてるんで、こんなことはもう、ラッキー以外の何者でもないんだけど、うん、俺は感じてるのよ。うん、なんか単発番組で、うん、そこそこいい結果出していかないと、うん、MC のオファーいただく波がなくなるってことは分かってやってるわけですよ。まあまあまあ、そうだよね。うん。うん、で、まあ、あんまり戦略だったこと考えないじゃない。うん。だけど、それはまあ確かにある中で、うん、で、高田先生もね、そうおっしゃってた通り、うん、やっぱり、ウィキペディア見ちゃうと、突っ込めないね。だから、うん、多分、ズレ漫才作った時と一緒で、ここいらで、うん、消えるぐらいのことを覚悟しつつ、うん、噛みつい、攻めた方がいいんだろうなってことは頭で考えてるんだけど、うん、ここがやっぱ俺の元々の、踏ん切りの悪い有事不断なところで、うん、やっぱりなんか口悪いこと言うと収録後後味悪いよね。なんかやっぱ楽しいのが一番だよね。うん、まあそう。なんかね、俺ね、やっぱテレビって楽しいのが一番だと思うの。まあそうだね。で今さ、ちょっと流行ってんじゃん。なんかさ、うんうんうん、マジでやばい人とか。うんうん、なんかめちゃくちゃ毒吐いてはっきり言う人っていうのが俺ちょっと流行りつつあるなって思ってるんだよね。で、うん、ちょっと俺もいろんなね、こう情報柄、こう情報が、うん、俺も暗躍してますから、いろんな人と、コミュニケーション取って。のも、うん、その、どぎつめのことを言う、芸人じゃない、うん、どぎつめのことを言う、人をキャスティング多めにしてくれという風な新番組の、うんうんうん、なんか会議をしてるらしいんですよ。暗躍してる。暗躍してるね。若林さん。関係者の人が。君素人じゃないね。当たり前だ。それだけはお前は思っといてくれ。全然知らない、そんなの私。春日さんはほら芸人さんと遊ぶじゃない。うん、よく。でも聞いてますよ、春日さん。何ですか？俺はほら今単独で V の方の打ち合わせもするからさ、うん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 、春日さんと遊ぶスタッフさんがいて、うん、そのスタッフさんと会う、頻繁に会うようになったから情報入ってきますけど、うんうん、春日さん結構頻繁に、何ですっけ、キャバクラ。あ、コサージュ？コサージュ行くっておっしゃってますけど、うん、コサージュっていうのは月2ぐらいなんですって、実は。で、うん、一番はどういう遊び方をするか。かっていうと、春日さんとそのスタッフさんで中野のカラオケにまず二人で入るんですって。で、携帯のメールで、うん、女の子に無造作に今何やってるって10人ぐらいにメールをして、帰ってきた人をカラオケに呼ぶという遊び方が主らしいですよ。やめろおい。やめ、おい。水口に。あの野郎は余計なこと言ってからに、ほんとに。ラジオよく聞いてんだけどさ、コスナージュあんま行かないんだよね、つって。月1か月2ぐらいで、一番遊び方はカラオケに行って、10人ぐらいにメールバーッして、帰ってきて今日は今から遊べるよって、ゴージャーカラオケに来てってカラオケに来て、どんちゃん再現するっていう遊び方なんですって。そうなんだよね。でもさ、それをさ、ラジオで喋んないっていうのはさ、モテたいのお前。いや、モテたいわけじゃない。モテたいわけじゃない。それはもう普通に飲むだけだもん。何も巻き起こんないからさ。いや。で、いや、それでさ、話に出てもいいじゃん。うん、ちょっとそれで、誰も捕まんなかったとかさ、うん、いつもコサージュの話ばっか続いたらって、うん。それはやっぱ何かあるんですよ、うん。心の中にそれを話さないようにするっていう。だって今、現に水口って言って、うん、朝岡みたいな。朝岡じゃねえや、なんだっけ。朝倉、ね、朝倉みたいな言い方。朝倉みたいな言い方。でって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 で言い方が、水口って言ってるわけですから。やめなさいよ。それは心にやましい部分があるんですよ。やましいってか、あんまりね、いろんな人に送ってるっていうのはちょっとさ。やましいんじゃねえか、じゃあ。で、聞いてるかわかんないじゃない。それで、送り方としては、なんでかっていう、そういう送り方するかっていうと、あれなんですって。今、まだ仕事中だって送るんですって。
で、仕事中だと言えば、その、押す押さないとかがあるから、断りやすいから、だから、二人同時に今から遊べますよって、二組同時に来ちゃったら、どっちと遊ぶかを春日さんが決めるわけなんですって。うん、だから、まだ仕事中だって言われて、今日は片方は押して無理そうって断るらしい。いや、水口やめなさいよ。いやでもさ、水口ちゃんとさ、オードリーの距離感でさ、うんうん、そんなんさ、うん、俺にの耳に入らないわけないじゃん。いやだからね、うん、今日かって思ったよね。それが知られたらついに。それ薄々もちろん感じているよ。あ、そう。いつの日かっていうね。あ、そう。伝わるんじゃないか。それが今日だったかっ、ね。まあまあ今日だったね。やめなさい、うん。そう、もうそれがもう使えなくなっちゃう、その手が。ああ、そう。聞かれちゃってるかもわかんないから、もしかしてこのラジオをさ。うん。ね？で、そのなんかその、うん、何人か、それ何、うん、何人かいて、うんうん、聞かれちゃってたら、うん、もう、そうだったの春日さんってなっちゃうから。なっちゃうからさ。ああ、そういう意味で言わなかった。そういうことだよ。ああ、なるほどね。なんか感じが悪いとか印象が悪いとかじゃなくて。じゃなくて。遊べる子が減るじゃねえか。そういうことだよ。別に聞いてるリスナーなんかどうだっていいんだよ、そんな。どう思われようか。ああ、それだったら俺は安心した。うん。それだ、うん、そういうのでさ、うん、本当に何にもない時あるからね。うん。水口 D と二人で朝までカラオケ行って終わるっていうパターンもある。そうそう、だから大概、二人でカラオケやって終わるって。うん、で、春日がなんかすごい歌を練習するらしいね、うん、そこでね。いや、そうね。何かないかと。ああ、自分の持ち歌を、ね。あんま知らないからさ、歌をさ。よくね、うん、せっかく若い時、うん、あの、少ないコンパだけど、コンパやってもずっと電気グルーブ歌ってたもんね。そうそうそう。うん、電気グルーブの歌歌ってもあんまわかんないんだよね。あ、知ってる人がいないからさ。うんうん、そう、まあ、それさっきの話戻すけどさ、うん、どうもその、番組の、なんかこう、キャスティングの話では、うん、結構こう、芸人さんばっかり呼ぶんじゃなくて、うん、どぎつめのことを言える芸人さんじゃない人キャスティングしようじゃないかっていう風が吹いてるらしいってことは俺は情報入手してるんですよ。おー、あ、そう。まずいね、こういう話してんのもね。そうね。でもさ、うん、あの人たちさ、うん、タレントだけが職業じゃないじゃん。まあそういう人もいればな。他にさ、収入源があったりするじゃん。だから、うん、言えるっていう部分あると思うんだよね、やっぱり。うんうんうん、で、やっぱ俺は、なんかテレビって、なんかこう、うん、誰かが辛い顔してたりするのは、やっぱあんま好きじゃないんだよね。うんうんうん、なんかこう、俺、なんかこの間終電ご飯ってすごい楽しくて、うん、何が楽しいんだろうなって思ったら、うん、あの、ああいう芝居だから笑っちゃ絶対ダメだから、うん、笑うのをすごい我慢して、うんセリフ言ってたりする時が、うんうんうん、なんか楽しいじゃん。うんうん、でも笑ってるのも楽しいし、うんうん、だからなんつうのなんかこう一生懸命我慢してさ笑うのをさ、うんうん、なんかあのコントとかさ、うん、やってんだろうなって見たらさなんか、うんうん、いいな楽しそうだなって、うんうん、あの学生の時思ってて、うんうん、でそれがやりたくて、うんうん、やっぱ入ってくるから、うんうん、誰かがケチョンケチョンに言われてたりするのって。うん俺はそんなに好きじゃないんだよね。ほうほう。うん。で、なんか、言って、なんか、どうだ鬼の首取ってやったぞみたいな一言言ってさ、うん、もうなんか、ボカーンって受けても、うん、なんか、帰りなんか、こう、後味悪いんだよね、俺ちょっとね。なるほどね。うん。なんか、言い過ぎたかな、みたいな、うん。まあだから、うん対芸人とかだったらね、それがまあいじりとかになるじゃないですか。あ、そう、だから田中さんとかだったら普段仲いいし、あのね、うん、その感じがあるじゃない。加納くんとかだと、うんうん、そうだけど、うん、この間なんか特番でヒャダインさんをえらい攻めちゃってさ、うん、で、うん、そこ使われてなかったんだけど、ヒャダインさんがなんか若林さんに僕なんかしたかなっていうほど若林さんに今日は責められましたって、まとめの一言で言って、そこオンエアされてなかったけど、4日ぐらい、なんかヒャダインさんに悪いことしちゃったなって、湯船で思い出しちゃうんだよね。それはまあさ、その、あんまりそれまで交流がないからじゃない？ああ、そう。そこはね、うん。そういうのもあるんじゃないですか。なんか、うん、京都大学卒だっけヒャダインさん。京都大学卒のヒャダインさんがですね、つって、何日かにでも京都大学卒って、そこ全部使われてなかったんだけど、何日かにもつけて、嫌味っぽくやってたら、なんか、
なんかあんまりもう受けなくなってたし、後半。なんかすごい悪いこと言っちゃったなと思って、なんかやっぱ楽しいのがいいんだよね、俺。なんか芸人さんも楽しいんだろうな、みたいな。言われてる方も楽しいんだろうなって分かってる方が、なんかいいんだから、そんぐらいの玉しかないんだけど、俺は。そう、なんかさ、結構俺ザキヤマさんとかさ、一緒でもやっぱ楽しいんだよね、結局ね。めちゃくちゃあの人が面白いから。そう、なんかどんだけ責められて無茶ぶりされても、結局滑っても、無茶ぶりされて滑っても、絶対面白くしてくれるからさ。なんか、その、なんか言うだけ言って申し訳ねえなって思っちゃうね。ジャンポケの斉藤くんとかにもさ。ちょっと、あんまり、喋ったことないのに、言い過ぎたかな。斉藤くんは大丈夫だ。大丈夫だ、芸人なのだ。それ言ったらもういじれなくなっちゃうよ。大丈夫よ。ああ、そう。そこはね。難しいよ、多分見極めがね、いじる人はね。この人どこまで行っていいのかっていう。でもさ、多分視聴者の人は違うんだろうね。うん、それは見たいんだろうね。うん、なんか普段言われないのような人がケチョンケチョンに言われてたり、すんの見て楽しいんだろうね。まあ、数字良かったりするじゃん。まあ、そういう番組は、ね。俺はなんかあんまり結局、その協定が結ばれてる人にしか言えないんだよな。でもそうなってくると、若林言いやすいやつにしか言わねえしなってなるしね。ああ、まあね。で、たまになんかもう超切れちゃうような人にも言ってバランス取んなきゃいけないじゃん。いや、でも別にそんな、無理から怒らせなくてもね。そうなんだよ。うん。いや、だからおかしくなんだよ。ウィキペディア見ないでやってみたんだけど、こう、無理から噛みついてんなと思って。こんな必要ねえよなと思って。いきなりその、さ、剛速球を投げなくてもいいんじゃないですか。だから、多分何も思わなくていいんだろうな。普通にやってりゃいいんだろうな。うん。なんか気負ってね。うん。この人にも行かなきゃみたいにやってく玉、器じゃないってことをちゃんと分かりながら、やった方がいいんだろうね。うんうんうん、まあ、そうだろうね。うん。先週、なんかこう、雰囲気あったの。西堀、マシンガンズ西堀のオールナイト日本 R、うん、あったんですけど、うん、あったね。ちょっと日本放送をこう西堀を囲い始めてる、うん、なんかキャッチし始めてるのかなと思ったら、うんうんうん、もうリリースしたらしいけど、うん、あ、そう。いや、俺聞いてたのよ、4時半まで車の中で全部、はいはいはい、先週、そう、うん、聞いてたんだけど。全然面白くて、うん、で、西堀のなんか人の良さとかさ、うんうん、もうすごい、あるじゃない、うん、そういうのも出てて、なんかな、うん、ラジオ的に面白かったんだけど、うんうんうん、なんか、美穂ちゃん言ってたけど、うん、放送終わった後、ブース立ち寄ったら、うん、なんか、本当に、お通夜みたいな空気。なんでだって面白かったんでしょ、若崎。俺すごい面白かった。何喋りたいことが喋れなかったのかな。時間が足んなかったとか。とか、わかんないんだけど、うん、で、なんか、西堀くんにメールしたのに面白かったよ、つったら、うんうん。したら、その日は帰ってこなかった、メールが。え？で、次の日に、うん、俺はダメだ。え？早急に一回飲んでくれっていうメールが来て。だって面白かったでしょ？うん。で、その放送前のね、うん、メールが、なんか、うん、いよいよ俺にも運気が回ってきたよみたいなメールが、ずいぶん落差あるメールの並びになっちゃってさ。はぁ。うん。そう。飲んでだろうね。それで、一回飲んで、うん、電話したの。で、うん、したら、次の日かに電話したら、うんうんうん、飲もうよ、じゃあ、つって、うん、電話したらさ、うん、今、有吉さんと飲んでる。で、有吉さんが若林来るならもうちょっと飲むけどって言ってるけど、あ、じゃあ行くっつって。で、俺もう初めて有吉さんと飲むで。あ、そう。もうその時にはもう西堀のことなんて頭ないよね、もう。まあそうだね。西堀、マシンガンズ西堀のオールナイト日本アラーでも、全然頭んないですよ、まあ目的はやっぱりちょっと変わっちゃうよね。うん、でも、有吉さんに、あんなことも聞いてみたいな、こんなことも聞いてみたいなって考えながら、うんうん、その、タクシー乗ってさ、うん、飲み屋まで行って、うん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 、で、したらもう有吉さんがもう、泥酔してて。あ、うん、そう。もうカウンターなんだけど、うん、もうそれ、着いた瞬間客がガールズバーなんだけど、うん、西堀。ガールズバーで飲めた。うん。有吉さんと西堀くんで。有吉さんと西堀、
くんしか客がいないのよ、まだ。で、泥酔してんの、有吉さん。で、有吉さん泥酔して、カウンターなんだけど、もう立って飲んでんだよ。うんあ、そう。うん。ええー。で、ほうほうほう、それでもう泥酔して、うんうんうん、してて、でもなんか喋れる状況じゃなかったのよ。で、なんか。なんでじゃあ若林来るなら飲もうってなったんだろう、そんな状況なのに。なんかよくわからない。来る間に行っちゃったってことなのかな、お酒で、なんかそれで有吉さんつって、うん、おはよう、おはようございますって言ったら、うん、もうなんか、うん、若林ちゃんですかって言われて、本物の若林ちゃんですかって言って、ああ、泥酔だね。で、それ以降はもう、で、俺も、それで、その、テキーラを飲むのよ。西森くんと有吉さんがテキーラ飲むのよ。俺、テキーラなんて人生で1回か2回ぐらいしか飲んだことないけど、3人でテキーラのちっちゃいショットのやつ飲んだ後、ライムかじってさ、3人で。いや、飲み方若いね。だから飲み方で、それを何回もやるから、ね、で、俺ももう2杯ぐらい、テキーラ2杯ぐらいでもうベロベロになって、もうそれからもうずっと3人でもうずっとラグビーやってるみたいな感じ。どういうことよ。もうそのガールズバーの端の隅で、なんかもう揉み合いになってんのよ、とにかく。客誰もいない中、誰もいない中。3人だけでも、広い広いガールズバーで、うん。ガールズ、女の子がいるわけじゃん。うん、それ女の子は何、どういうリアクションなの？苦笑い。そうだよ、そうだよね。いや、なんか、うん、もうなんかその、今天下取ってる人が、うんうんうん、こんな、うん、正直、こんなしょっぱいガールズバーで、泥酔してるんだって思って、なんか、たけしさんがさ、うん、なんか、売れてもさ、浅草のさ、煮込み屋で飲んでるみたいな雰囲気の現代版よ。あの、天下取ってる有吉さんが、そのガールズバーの隅で、もう立って飲んでんの。でも、ほんと、何の変哲もない赤いセーターとさ、何の変哲もないジーパンで、もう泥酔して、でも3人でもラグビーみたいに、なんか理由は俺も泥酔してたからわかんないんだけど、なんかラグビーみたいになって揉み合いになった後、みんなで倒れて、で、そのもうガールズバーの隅で、でも、なんつうの、ブラインドがこうあるんだけど、ガラスのところに。ブラインドとかもぐちゃぐちゃになってる。いやいや、怒られる。三人がもみ合いになってるから。で、途中からクジラも来てさ、で、四人で飲んだんだけど、で、有吉さんと西森くんはもう本当に、全く記憶ないってね。記憶ゼロだって。若林さんが言ったことは覚えてる？ギリギリ。俺のことも覚えてない。うん。ああ、でも、で、西織が酔っ払うと言うのよ。うん。若林ごめんなー、オールナイトニッポンあるなーって言うのよ。でも俺は別にさ、正直さ、うん、まあ、なんかあんまり関係ないっちゃ関係ないじゃない、その。まあまあそうだね。その、オールナイトニッポン R に関してはね。うんうんうん、だから、その、いやでも俺聞いてたけど、よかったよって言うと、有吉さんが爆笑すんのよ。よかっただってよっつって。うん。で、とりあえずその、西堀が、もうその、芸人辞めたいと。そこまでだって面白かったでしょ面白かったのよ。で、言ってると。はいはい。で、いうことで、まあ俺はすごいそれを、この状況今楽しんでんだけど。だから結局、うん、何が原因とかも聞けなかったんだ。もうそんな状況だったらもう泥酔しちゃってみんなが。うん。で、俺は悪くなかったよって言ってて、聖堂さんさっき言ってたけど、聖堂さんも悪くなかったっつって、もう本当にかもなく不可もなくっていうラジオだったよって聖堂さんは言ってたけどね。そこかな？そこなのかな？ちょっと電話してみます？あ、本人に？で、俺、これ出なかったらもう、オールナイト日本というか、日本放送運がないよね。ああ、ね、この時間帯で。うん。なるほど。じゃあもう全然予告な、もう急にってことだもんね。急に急に。ちょっと聞いてみると、聞いてないでしょ原因、なんか理由を。だから酔っ払っちゃってたから、ガールズバーで。うん、今聞いてみようよ。いいよ、聞いてみようか。うん、これ日本放送運が試されますよね。そうだね。これはね。うん。出てほしいな。どうですかね。キューと。うん、これは決まりですから。うん、ただいま呼び出しております。ああ、びっくりした。びっくりした。なんだこれ、この音楽。なんだこの音楽。あ、日本放送運がないかな。あ、あれやばいね、これはね。バーヒーだったらもう出てる時間だよね。うん。あ、お、出た。
やばい。留守番電話。あー残念残念残念です悔しいちょっと日本放送がなかったみたいね。ないねーくわー残念だなうわー石井ちゃんが。石井ちゃん、石井ちゃんがディレクターやってたからね。なんであの着信音何の音楽だったんだ石井の場所面白かったけどな。出ないか、残念だな。出ないね。ちょっとオールナイト日本放送運がなかったみたいですね。なんだ、いろいろ聞けるかと思ったんだけどね。結局分からずじまい。分からずじまい。へこんでた理由が。でも結構なんか、その、有吉さんと3人で飲んでた時、結構、酔っ払ってさ、なんかズボン脱がされたりなんかあったんだけどさ。誰が若林さんが？そうそうそう。有吉さんとかに勝利にさ。でも、なんかその、いろいろこう、揉み合っていく中で、こんな泥酔してる有吉さん、普段見れないじゃない？見れない見れない。だからなんか、今しかチャンスねえなと思って、二回ぐらいボディーブロー入れちゃった。揉み合いしてる時に。そうそう、有吉さん、まあ。いやもう揉み合いになってぐっちゃぐちゃになってるから、と俺とも、わかんない。俺とも予想ついてないだろうし、その、もう全然感覚ないと思う。なかなかいないんじゃない芸人で。この今の時期に有吉さんにボディーブロー2発入れられるやつ。先輩でもいないよ。うっとか言ってた。いやもう全然もうその揉み合いでわーっとなってるから3人しかいないんだよ。いやー楽しそうだね。楽しかったいや楽しそう。聞くだけ聞いてたけど楽しそうだよ。すごい楽しかった。だってそれで写真とかいっぱい撮ったけど本当に記憶ないんだって。へー記憶なくなるまで飲むってどういう感じなんだろうな。俺ないんだよね。あ、一回あるわ。一回ある。一回だけだ。おそう、それ何？いや、起きたら、井の頭公園のベンチの下にすっぽり入ってたから。いや、結構な、これさ。結構なエピソードよ、それ。それだけだなぁ。ああ、若い頃？若い頃、もう21人の時。ああ、それ以来ないですか？ないな、ある記憶なくしたこと。私はもうあるよ。え？あ、そう。最近はないけど、こういうの喋ったけどさ、ワイン1本ぐらいあげちゃったりとかしたらさ。もう記憶がなくて。記憶の後から聞いたら、その、ね、ワイングラスを噛み砕いてたとか、いろいろ、聞かされて、だから記憶がないことを、その時点で分かったら次の日とか。で、一緒になった時に聞いたら、こういうことやった、ああいうことやったって言って、記憶がないっていうパターンね。なるほど、ね。いつの間にか家にいるってパターンはないけど。おぉ、それはあります。なんかもう、だから、有吉さんとかも急に、急にいきなり、こういうなんか、なんていうの、変な感じ。ビグモみたいな。ビグモ、ビグモみたいな、なんの振りもなく、ビグモみたいな感じでずーっと立って、ずーっと立ってんのよ。それはみんなで笑ってるでしょ？で、みんなで笑って、その後こう襲いかかってくるから、有吉さんが。で、結局もうみんなでラグビーみたいで、わーってなって。ああ、楽しそうだね。で、みんなで抱えて、タクシーに乗せて、みたいな感じで。で、もう西織も、酔っ払ってる有吉さん見ながら、もう、財布からお金取っちゃおうかって言ってたもん。バレないだろうね。絶対バレないだろうね。危ないよ。すごいね。いや、でも、あんなにあれだけ売れてる人がさ、なんつんだろうな、なんか、びっくりだよね。その雑居ビルの3階とかにある、まあ、よくある、ガールズバーなのよ。その隅っこの隅で立って飲んでたもんね。なんつんだ、なんかこう、どこ場所はわかんないけど、西麻布とかの会員制のバーとかじゃないんだよね、やっぱりね。有吉さんってね。まあ、だから、この先ずっとそういうところで飲み続けるんだろうね。そうだよね。だそういう性質というかね、人なんでしょうな。そうなの。性に合わないんじゃない西麻布とかに飲むのが。そっかそっか。何年後また呼ばれた時も多分どっかのガールズバーでさ。あれ、なんなんだろうな、その、カシスオレンジとか取ってもなんか、甘さがきつすぎるなんか雑な味ね、なんかその、おしゃれなバーで飲むカシスオレンジとかってなんかシャキッとしてるじゃない、してる。
なんかもう甘ったるいさ、なんか嘘みたいな感じだって。そうそうそう。なんかこれ嘘くせえなっていう。もみ合いになってさ、うん、みんなでさ、うん、っていう感じだったんだけどさ。なるほどね。残念だったな、二勝利。そうね、もうないか。いや、一回きりの一回きりだな、でもな。だってもう一回かけても一緒でしょ？まあそうだね。出る？でも俺の携帯でスピーカーにしてかけてみるじゃん。ああ、そっか、で、番号がわかんないからね。あ、非通知なんだ。いや、これで出なかったら相当だよ、でも。非通知だからちょっと誰かわかんなくて出なかったってパターンあるかもな。これで出なかったら相当だよな。うん、今かけてます、俺の電話で。これ聞き取れる？ああ、さっき聞いたやつだね。確実にかかってるね、同じ電話に。これでもう2回出た。あれ西織りくんさ、今寝てた？寝入りだよ、寝入り。あ、そう。いや、今さ、日本放送の、オールナイト日本で放送されてんのよ、この声。待ってくれよ。うん。いや、さっき電話したのよ、日本放送から。あ、俺、そうそう、通知で来てたよ。そうそう、それそれそれ。それなのよ。やべえやつから電話かかってきたと思ってさ、無視したんだよ。なるほどな。なんか、ずいぶん良かったらしいじゃない、オールナイト日本西堀の。チクリチクリやるなよ。いや、なんかバイトの子が言ってたんだけど、放送終了した時、ブースの中、お通夜みたいな空気だったんだって？いや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 、いや、お通夜も何も俺半分以上死んでたよ、もう。飲んで飲んで。いや、どこが良くなかったのよ。良かったよ、放送。いやいやいや、なのね。うん。一人で喋るって大変だな。あ、そう。いや、なんか、西織くんが放送終わって、ブースから出た時に、うん、開口一番でスタッフに謝ったっていう情報が入ってきてんのよ。すいませんでしたって。うん、すいませんでしたも声振り絞って出したよ。すいませんでしたって。したら、ディレクターの石井ちゃんが、こっちこそすいませんでしたって言ったって、それで、成立しちゃったんだってね。すいませんってことが。何それ。いや、俺、みんな、不幸だったよ。あ、そう。大変だったよ、マジで。いや、でも、なんか俺さ、だから聞いててね、悪いとこないなって思ってたから、うん。あ、もうツイッターとかでもすごかったよ。あ、ツイッターで、あ、検索しちゃったんだ、自分の名前で。いや、もう、したよ、したしてみたよ。したら、どんなこと書いてあったの？まず、放送事故だっていうのは多かったよね。え、放送事故、オールナイトニッポン R 通してってこと？西織くんの。うん、そう。あ、そうそう、じゃあ、うん。うん。スタッフ、うん。猛声を託すっていうツイッターに書いてあったの？書いてあったよ。もう、一個見たらもう全部見てやろうと思ってさ。いや、ダメだよ、そういうの見ちゃ。うん。いや、見るさ。いや、なんかそれで飲みに行ったらさ、スタッフさんとあの西織くんの15分会話なかったんだって？最初の15分乾杯してから。ないよ。いや、俺ね、それでなんか西織くんがよくね、一緒に三人で飲むと、口酸っぱく言うじゃない？部をわきまえろと。基本的に芸人っていうのは、なんか自分ができると思いすぎてると。で、部をわきまえろって言うから、なんかそんなにね、天才じゃないし、そんなにダメじゃないしってことをよく言うじゃない？うん、よね。だから、なんかその、別に、西織君ってあんま凹まないと思ってたのよ、仕事一個一個で。いや、うん。俺は、いや、ほんと凹むよ。こんな凹んだの初めてだよ。あ、だって、それで有吉さんと飲んだじゃない。うん、飲んだね。あの時もほんとに凹んでたもんね。いや、ほんと、だって、ほんとに凹んでんだもん。
で、俺がそんなことないよかったよって言ったら、有吉さん爆笑してたよ。爆笑するだろうね。お前優しいよな。何がよ。なんか結構慰めてくれたよな。そんなことないよ、そんなことないよ。あ、そうなの？いや、西森が、そういうのはいらないのよ。え？いや、若林ってやっぱりさ、あったかいとこあるんだなと思ったよ。いや、西森くん、そういう話じゃないのよ、今日は。そうだったんだ。うん、そうそうそう。寝起きだから、寝起きだから。あ、寝起きだからね。あ、そうなの。でも、日本放送の、もう一個いい？いいよ、いいよ、うん。これ、放送されてんの？放送されてるよ。あ、うん。後で検索してみな、また西堀で。うん。まあ、電話切ったらすぐ検索する。いや、なんか、日本放送の社員さんに聞いたのに、俺は全然良かったと思うんですけど、どうだったんですかって言ったら、本当に全然みんな悪いっていう意見は全然出なくて、みんな本当に、同じ意見で、かもなく不可もなかったですよって言ってたよ。かもなくうん。それもまたそれもそれだけどさ。それはそれなんだけどさ。あ、そう。あれがでも、うん。本当に大失敗だったから。いや、そんなことないでしょうよ。あ、ほんと、なんか、うん、一説ではクジラから入った情報だともうやめようかと思ってるってとこまで言ってたらしいじゃない。いや、本当に放送直後は本当にやめようと思ってた。あ、そう。いろいろ自分にできること考えたよ。いやいや、やめないでよ。他の仕事で。うん。やっぱ免許持ってるから多分それを活かした仕事。いやいや、やめないでよ。ね、あ、そう、そっかそっか。いや、なんか、石井ちゃんもね、なんか、うん、結構反省してたみたいで。いや、俺だからね、うん、石井さんに合わせる顔ないよ、ほんと。あ、そう。でもさ、うん、チャンスを大抜擢で俺を打席に立たせたわけじゃない。うん、うん、いや、だから、うん、結構俺、バーで飲んだ時も言ってて、記憶ないって言うじゃない、西織くん。で、バーで飲んでないから言ってたけど、だから、多分西織くん多分その、一世一代のチャンスだと思ってるから、なんか、その、これで、自分が跳ねたら、帯で日本放送にはまるんじゃないかってとこまで望み持ってたんじゃないの、ちょっと。そりゃ、思ってたよ。いや、いつも言うじゃない、芸人はわきまえろって。そうだけど。うん。ちょっと多くを望みすぎたのね、じゃあ。まあ、このせ、うん、まあ、深夜3時5時の生活リズムにしていかないとなとか、いろいろ考えてるよ。あ、そう、いや、だからこっちもね、なんか石井ちゃんに、うん、俺も石井ちゃんを合わす顔がないよ、西織くんに。だから石井ちゃんと西織くんの場は、まあ、儲けるから、今度ね。うん、その二人がそう思ってるならよ。どこが悪かったのかって。じゃ、石井ちゃんにも聞いて、石井ちゃんはさ、どう思ってんの？原因は。石井ちゃんは。あ、スタッフ、どういうところが反省点だったの？石井ちゃんは。うん。打ち合わせではめちゃくちゃ面白かった。それをだ聞き出せなかった。西織くん。打ち合わせでは面白かったんだけど、それを放送で出せなかったっていう反省が石井ちゃんにあるみたい。ね、全く一緒です。これよくあるんだよね。打ち合わせでピーク迎えちゃうってやつね。ああ、なるほど。はいはいはい。いや、俺ほんと打ち合わせの段階では、うん。もう何か変わると思ったよ、ほんとに。ああ、人生が。うん。人生も変わるし。うん。うん。ちょっと、やるなら時間が深すぎるんじゃないかとかいろいろ考えて。え、それで、その、3時4時半やって、あとはどうだったのよ、気持ちは。気持ち？うん。人生変わると思って臨んだわけでしょ？ああ。うん。いや、うん、悪い方にはガラッと変わったよ。いい方に行くって思った分ね。
なんか今もう日本放送の社員さんにちょっと聞いたら、今西堀くんあんまハマってないみたい。でちょっとさ、儲けるからさ。分かった。場をさ、うんうん。また頼むよ。うん。ちょっと待って、ごめん。なんで電話してきたの、これ。いや、あのね、その、うん、俺は良かったんだけど、何が悪かったのか聞いてみようっつって、日本放送から電話したら出なかったから、うん、日本放送運がないんだなっていうことで、したら、その、うん、あの、スタッフさんの方からもう一回だけ若林さんの電話からチャンスあげてくれませんかって、やっぱ石井ちゃん、石井ちゃんのなんだ、罪滅ぼしなのかな、もう一回だけチャンスあげてくれって言われたから、うん、電話したのよ。おいおい、だからまたちょっと今度石井ちゃんと番儲けるから頼むよ。わかった。うん、ありがとうね。うん。うん、ありがとう。うん、ほんじゃあ、な、大丈夫、あの、この間聞いてくれたリスナーになんか、あの、言葉とかあれば。うん。いい？うん、いいよ。うん、うん。俺も、悪気はなかったんでね。その、みんな、聞いてくれた人どうもありがとう。すっかり溶けといた。ありがとうね。はいはい、はい。悪気はなかったって。悪気はなかったって。放送したパーソナリティが悪気はなかったんですって。あ、そう。まあまあ、ちょっとそういうこともあって、なんかまた石井ちゃんとね、まあラジオでは会うことはないかもしれませんけど、飲みの席などでね、場を設けたいですよね。そうね、一回ね、お話ししてもらった方がいいかもしれないですね。仕事始まっても先輩とか、スタッフさんに正月どこ行ってたのなんて聞かれることも多くて。うんうんうん、で、まあちょっと話しそびれたことがあるんですけど、ほうほう、ラスベガス行って、うん、普通か、最後の日だ、うん。ラスベガスのストリップ行ってみようよって、夜ね、うんうん、なって、うん、で、ゴンちゃんと調べたら、うん、こう、いろんなこう、有名人がアメリカのラスベガスに来た時は行くっていう一番有名なストリップ、ザ・ラスベガスを感じられるストリップがあるっていうことで、はいはい、そこにタクシー乗って行ったんですよ、うんうん、そしたらもう入った瞬間、うん、もうこうポールダンスの子があって、うん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 、で俺と春日さんもスーパーボールで、うん、各地の、はい、ストリップポールダンスの、うんうんとこ行ったりしたけど、うんうん、もう全然広くて、なんかもうちょっとこう、クラブみたいになってて、女の子のこの数もすごい多いんですよ。もう下着一枚しかつけてない、女の子がこう、ブワーっているわけですよ。みんな踊ってんの？ポールダンスポールダンス踊ってる子と、こうなんか歩き回って、横に座って、で横に座って、で、こう20ドルでプライベートダンスっていうのがあって。プライベートダンス？プライベートダンスっていうのは、自分にこうまたがって、こう体をこうくね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 ずっと目の前でこう揺らしたり、おっぱいで顔挟まれたりするっていうのがプライベートダンス。で、これはね、何が行われるか分かんないね。英語がいまいち聞き取れないんだけど、はあはあ、100ドル払うと奥の部屋行こうっていうのがあるんですよ。これ何が行われるか分かんないの、聞いても。それはプライベートダンス以上のことなんだろうね。なんですよ。お値段も高いし。そう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 。場所も移動するし。そうそう。へぇー。でもまあ、20ドルとその100ドルのやるのはちょっとビビって、うん、俺とコンちゃんはもう隅の方で、うん、まあコロナビールを飲んでたんですよ。うんうん、で、まあ、見るだけで雰囲気楽しんで帰ろうか、なんて感じだったら、はいはい、ちょっとこの、うん、こう東洋人丸出しの、うん、これがラスベガスのポールダンスショーか、みたいな、うん、ちょっと固い面持ちの3人が入ってきて、うん、で、それが、うん、偶然、うん、有吉さんと、アンガールズの田中さんと、吉村くんだったんですよ、ノブコブの。へぇー。うん。ほう。で、俺、この話持ってたんだけど、なんで先週しなかったかっていうと、俺きっかけでネットニュースになりたくなかったのよ。今もうすぐなるから、俺きっかけが嫌なの。俺後輩だからさ。なるほど、なるほど。うん、
だからこうみんなの動向を見守ってたの。みんな三人はどのぐらい喋るかなによって。そっか。うん。芸人がその場でもう、うん、だから4人、あ、ゴンちゃん入れて5人か。5人。芸人4人とボディアーティストが1人。あ、ごめんごめん、間違えました。ボディアーティスト。で、ボディアーティストがいるからさ。うん、で、結局その先輩たちがラスベガスに置いていくのか、その話は。うん。日本に持ってくる。まあ、これ日本に持ってくるに決まってんだけど。うん、まあ、すごい偶然だもんね、だって。いつどこで誰が話すかっていうのを俺は一番後方に下がろうと思ってたの。うん。うん。うん、なるほど。したら、うん、先週土曜日の後の日曜日、うん、明けた日曜日のサンジャポで、生放送でいきなり吉村くんが、うん、ラスベガスで若林とストリップで会ったって言ってたんですよ。へ、えー。おー。うん。はいはいはい。で、吉村くん言うんだと思って。うん、で、田中さんに聞いたら、うん、田中さんも、うん、なんかどっかライブかなんかで話した。はいはいはい、はい。なるほどと、うん。で、有吉さんもラジオやってるから、うん、有吉さんラジオで喋るかなって、ここ俺一番気にしてたら、うんうん、はいはい。有吉さんも、うん、若林が、うん、女の子嫌い芸人と言いながらも、うん、ストリップでばったり会ったって話を、してたの、うん。あ、だからみんなするんだと思って、うんうんうん、そういうことなら大丈夫だなっていうのが今の状態なんですよ。うんうんうん、なるほどね、うん。うん。で、その、あ、有吉さんと田中さんと吉村くんだと思って、うん、バーって駆け寄ってて、うん、おはようございますって言ったら、うん、まあびっくりしてたんですよ。いや、そらびっくりするよ。そ、六本木とかでバッタラ会うとまた、わけが違うからね、うん。ラスベガスだからね。ストリップクラブでね。うん、もう、入れ墨の入った、そのタトゥーの入った白人黒人で、乳首に、両方の乳首に、こう、ピアスが、うん、もうタトゥーだらけ。まあ、ほぼ9割タトゥー入ってるのね。女子。女子。へぇ。そのタトゥーだらけで、エミネムが重低音で流れる、なんか、俺が、おざっすって来るわけです。急にそこで日本になるもんね。うおーってなる。びっくりする、ね。何急にっつって。おうおう、吉村くんが急に明るい顔になって。大、なんかなぜか大将って呼んでくんだけど。大将っつって。セックスしてるっつって言われて。いきなり握手を求めてきて。俺ね、まあ、俺が人見知り、もう真っ盛りの、2009年あたりの、あの、吉本の大喜利ライブで、初対面の時も大部屋の楽屋で、あの、吉村くんいきなり、その時吉村くんまだあんまテレビ出てないです。いきなり、セックスしてる若林くんっていきなり言ってきたからね。あ、その時も。その時も。それから変わんないの。いつも第一声でセックスしてるか聞かれる。挨拶だね。うん。変わらずでラスベガス。変わらずし、からしてないよ、なんつって。うん。で、その直後、吉村くんすぐ20ドルでプライベートダンス踊ってたんだけど。早いな。早いね。そうそうそう、うん。で、まあ、そうそう、ネットニュースにもなったし、うん、ちょっと話戻るけど、うん、まあ、駆け込みドクターでそんな話、久本さんに言ったら、放送中に、うん、あ、収録中に久本さんも言ってたから、もう多分話しても大丈夫なんだけどさ。うん、それで、こう、ポールダンスが、があって、一個しかないのね、で、広いところに、うん。で、円になってて、ちょっと出島みたいな感じ。はい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 、はい、うん。ポールが立っててね。そうそうそう。うんうん、そこで踊ってんだけど、うんうんうん、どうやらそこで1ドル札を、こう、ティーバッグに挟んだりするっていう、うん、はいはいはい、うん、文化なわけですよ。チップとしてね。チップで。うんうんうん、で、1ドル札に両替してさ、たくさんさ、うんうんうん。で、もう吉村くんとさ、うんうん、で、俺もちょっと酔っ払ってて結構飲んでて、で、田中くん、田中くんじゃねえや。うん、田中さんと、まあ、でも後輩なんだ。田中と、うん、ただね。あの、吉村くんと3人で、うん、その出島のとこ行って、うんうん、で、1ドル札をさ、で、俺も酔っ払っちゃってて、うん、ティーバッグに挟んでさ、はいはい、お尻をペンって叩いたりしてて。いやいや、それは怒られるって。ラスベガステーションになっちゃってて。いや、怒られるって、それは。で、吉村くんは、うん、このメガネの縁に1ドルをこう挟んで、うん、頭をこう出島のところに出すんですよ。うん、そしたらそれをおっぱいで挟んで、うん、向こうのアメリカの、うん、あの、ポールダンサーが、その1ドルを取っていくんですよ。最高に楽しいね。なんちゅう夜だよ。すごいね。で、二人で、うん、ジャパニーズマネーって叫んで。うん、で、ボックス席で最初4人、うん、あ、5人で飲んでたの。はいはいはい、その時は、うん、そこに有吉さんとゴンちゃん残ってんの。で、俺と、はいはい、タナと、うん、吉村さんだけ、3人で。前まで行って、見てた。だから、その俺と吉村くんの光景見て、うん、有吉さんは、うん、吉村誇らしいと。うん、こういう場所に来ても東洋人の日本人で負けてないし、うん、おっぱいでハサミ取りながらね、うん、ポールダンサーも、うん、ニコッとしてるわけよ。笑っちゃってるの、吉村くんのそのノリに。なるほど。うん。うん、吉村誇らしい、うん。
で、ね、若林は、どの面下げて、女の子苦手だっつって日本で行ってんだっつって言ってたんだって。そんな奴が生きてるたつぞ。挟まねえだろと。あいつ相当好きだぞ、女っつって。ケツ叩かねえぞと。ケツ叩かねえぞ、つって。で、田中さんは、ずっと1ドル札を出島に差し出してんのに、全然寄ってこないんですよ、ポールさん。なんでや、向こうにしたら嬉しいわけじゃない。ね。チップもらえるので、キモさがちょっとワールドクラスなんだなって話になって。なるほど。で、俺とか吉村くん挟んで撮ってってくれるんだけど、田中さんだけ、女の子の股の下にスッと差し入れるだけなんですよ。撮ってくれないから。そう、それを踊り終わったポールダンサーが、最後、なんか甲子園の土広高校球児みたいにガサーって1ドル持ってくれる。なんで僕のだけおっぱいで撮ってくれないのって言ってるわけよ。すごいね、もう。世界で戦えるね。世界で通用するんだ、気持ち悪さが。うん、で、有吉さんやっぱすごい優しいのが、はいはい、ゴンちゃんは、あの、全然ラスベガスで、チップ出さないんですよ。レストランとかでも。ほう。あの、ケチだから。で、ベッドメイキングとかも俺がさ、出してて、それは全然いいんだけど。はいはい。それをこう、感じ取ってくれるんだろうね、有吉さんは。一ドル札をバーっと渡して、なんか、ゴンも行ってこいよ、つって。わ、優しい。うん。で、ゴンちゃん、出島のとこ来たんですけど、多分だけどね、俺見た感じだと、有吉さんにたくさん1ドル札もらった分、全部は、チップで出してないね、あれね。どういうことですか、若林さん。ペース的に、まあ、横領。なるほど。ちょっとスッと入れちゃって半分ぐらいを。ちょっと入ってんじゃないかなっていう、非常にゆっくりとしたペースで、チップは入れてました。これは確認してません。いや、あるね。あるよ。だから、ゴンちゃんのさ、先輩にあの、な、買ってきてって言われてお金渡された後のお釣りのパターンと同じでしょ？そう。いつもの。うん、ちょっと入れて、あそこペットボトル200円しました、みたいな。これだって少なめのお釣りを渡すパターンと同じね。そうそう。やってたから、ラスベガスでも。海外でもやってたか。いや、これは確認してないですよ。で、その出島の前で、最前列でチップを出そうとしてるのが、いっぱいが海外のアメリカ人のお客さんいる中で日本人の4人だけど。あ、みんなやってないんだ。みんなやってないよ。3人のお笑い芸人と1人のボディアーティストで。目立つね、そうしたらね。目立つ目立つ。吉村くんがものすごい勢いでチップ出してるから。うん、はあ、それは面白い。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、カスミ。よろしくお願いいたします。一つよしなに。先ほど有吉さんの夏休みが、あの、ハワイの、あの、オンエアされていたみたいで、なるへそ。まだあの、録画したまま見てないんですが、楽しかったっすね、ハワイね。まあ、とにかく楽しかったね。思い出すでしょ、オープンカーでね、小沢さん。明日ね、ノースショアを。ね、楽しかった波低くて帰ってきてねまた元々のホテルに、うん、楽しかったです楽しかったです ね、 ホテルのプールで泳いでさ、うんうん、楽しかったですなんかちょっとね田中さんとのねいざこざって言ったね先輩後輩がどっちかっていうのがあって、はいはいはい、我々の方がね4ヶ月ぐらい先輩なんだよねアンガールズよりそう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 、うんうん、だけど田中さん山根さんって、まあ、田中さんでその俺たちの方が先輩だろで田中さんがいやお前らがグズ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 売れないから世の中の人は俺が先輩だと思ってるからそれでいいんだよっていういざこざが俺と田中さんにあって、うん、これが古くは日テレの潜在意識っていうあの深夜番組からやってて、うん、もうたびたびあのゴールデンの地上波の番組で仕掛けてたんですよ田中さんとのライバル関係を、うん、一回もオンエアされなかったんですけどこの度ようやくオンエアされたみたいでねさっき気になってねあのちょっと知り合いに見てるっていう知り合いに聞いたらオンエアバッチリされてたようやく俺と田中さんのライバル関係が日の目見ましたよなるほどね、うんまあ、決着もついたしね決着もついたしだから田中なんですよね、うん、そうだねうん、うん結局4ヶ月後輩だから、まあ同期みたいな感じですよね。田中になるわけですよ。まあそうだね。その、まあ後輩とまではね、言わないまでも、まあ同期ぐらいだから普通に喋る感じじゃないとおかしいわけだよね。だからこれから俺はもう絶対どのテレビで共演しても田中って呼びます。なるほどなるほど。で、油断してほしくないのが、山根もだぞっていうのがやっぱり。そうだね。うん。山根の方もだよ。
でもやっぱり山根さんって人間としての徳が高いから会うとやっぱりなんかこう目上の人に見えるよね、優しいしさ。山根さんは山根さん、山根さんは山根さん、アンガールズは山根さんと田中だって、うん、だって山根さんはすごいこう、うん、NFL クラブ胸前見てくれて、あの番組若林がめっちゃ生き生きしてるからなんか見ちゃうんだよなとか、なんかそういうこう嬉しいことをね言ってくれた記憶もあるから、山根さんは山根さん、山根さん、田中は田中、人間力だな。カズがもう今あれやってんでしょ、うん、田中考え中って、ね、田中が考え中、田中考え中田中さんじゃなくて、ね、やってんだけど、でも、ね、その時やっぱりね、その田中が、うん、田中が脚本グッと書いてるから、なんか聞きに行く時は先生っつって聞いちゃうんだよダメだよ、先生って言っちゃう、これはどうやって、いやダメだよ、言っちゃう、やっぱり、うん、それも行かなきゃダメだね、うん、おい田中と、うんうん、これはどういう意味なんだコンセプトだって言わなきゃダメだね、田中って呼ばなきゃダメお前が歩いてっちゃダメ、田中田中ちょもう完全後輩だなってまあ同期はそうなんだよね、1年とかだったら後輩だけどね、そうね、うん、まあまあ同期みたいな感じでね、はいはい、しましょうよ、やってますけどもね、そういえばあの有吉さんにさ、あの最後別れの時にさ、うん、ちょっと漫才やってよって、うん、あのハワイのビーチ沿いで急に漫才やってよって、あれオンエアされたのかな、あれはどうなんだろう、結構ガッチリしたけどされてないの、あされず、あまだ分かんない、みんな、そっか、日本層いたから分かんないか、いややったね漫才、久しぶりに思い出したね、なんか出始めの頃ね、テレビ出始めの頃、あの外でもね、うん、道端で漫才やるっていうのはやってきましたけど、自己紹介代わりのねあれ、はい、なんで漫才有吉さん漫才見せてって言ったのかな、最後に何なんだろう、まあお別れの挨拶にみたいなことだな、ね、このままじゃあねで帰るのもあれだから、最後に私裸だったんじゃないかな、そういえばでもさ、なんかさ、俺さ有吉さんに対してさ、うん、こう人間の深みみたいのをさ、うん、もうすごく考えすぎて感じちゃってるから、うん、ここで最後漫才をやらせてくれることが、うん、なんか有吉さんのなんか、うん、なんかエールだったりするのかなみたいに深読みしちゃうんだよね俺、なるほどね、結局お前らは漫才だと忘れるなと、うん、とかなんかそういうことを絶対気づかせない人じゃない、うんうんうん、だけどそういうことを思ってくれてる人かなとか考えちゃうところあるけど、なるほどね、うん、多分そういう意図はないと思う、ね、単純にだ、まあ、ただ漫才見せてっていうことだね、そうね、まあまあまあ、そうだよね、うん、言ってもうん、あ、事前番組で流れてたんだ。本編で流れなかったの？あ、そうそう。あ、そうかね。そういうことなんだね。なるほどね。まあ。漫才舐められたもんだね、俺たちも。ちょっとこれ頑張っていかなきゃダメだね。うん、漫才もちょっとね、作っていかないと。でもあの時はとっさに何にも考えてないと、やっぱり出てくるネタがデートですね、そうだね。いや、あとあとあの帰りの飛行機で、うん、なんでハワイの漫才やんなかったのかなと思って。ああ、そうだね。でもハワイ行ってないでハワイの漫才作ったけど、うん、ハワイの漫才の中にあるようなことはあんまりなかったね、うん、ハワイではね。ないね。別に例もかけられないしね。やっぱイメージで作ったからさ。あったね。それもね。ございましたよ。まあまあまあ楽しかったね。ありましたけども。ちょっとね、D ちゃんに、スケジュールのことなんだけど、ちょっと昨日の10時半から、一睡もせずに今続いてるんで、スケジュールがね、一睡もせず、だから、25時間テレビ、26時間テレビみたいなことに今なってるんですけども、一睡もせずにね、そうね、朝まで番組収録して、朝からロケっていうのをやって今なんですよ。今に至るね。一睡もせずに。だからちょっと大ちゃんに言いたいのは、2009年じゃねえんだぞっていう。本当に申し訳ないと思っている。本当に。あ、出ましたね。出ました。ジャック・バウアー。さすが K ダッシュステージ。いやいや、しょうがない。いろんなことがあってのね、これはこういうことになってしまうからしょうがないんですけど、ね。まあまあ、なかなかもうそうね、珍しい、うん、最近はない。うん、だ遅い仕事と早い仕事がたまたま重なったってことだね。バッティング。これはもう昔はよくありましたから。うん、まあ、懐かしい感じがするけどね。朝ね、収録が終わって、うん、ロンハー終わりでね、うん、そのまま名古屋のロケみたいなことよくありましたけれどもね。まあまあ、たまにはいいですかね。うん。うん